はい、どうもみなさん、こんにちは。いずいこです。それでは今回なんですけども、GoToEat で無限かっぱ寿司が可能に、ホットペッパーグルメでポイントの確認方法や、ポイントの利用方法、お得な予約方法も解説ということで、今回は GoToEat に関する動画ですね。この動画では、回転寿司のかっぱ寿司が GoToEat の期間中、うまく利用すれば無限に食べれますよということについて、お伝えしていこうと思います。その際のポイントの利用方法や、お得な予約方法についても解説していますので、ぜひ最後まで楽しんで いただければと思いまますそれでは行ってみましょうということで、早速お伝えしていこうと思うんですけども、まずその前にですね、先日こちらの GoToEat1 名から無限かっぱ寿司という動画をですね、アップしてますので、まあ、若干その続きからに近いのかなと思うので、ぜひこちらを見ていただければ、今からお伝えする内容は結構すんなり入ってくるのかなと思います。 で、念のためですね、ちょっとだけおさらいしたいと思うんですけども、こちら以前動画でもお伝えしたように、かっぱ寿司が GoToEat と GoToTravel に対応しましたよということでした。で、その中でもピックアップをさせていただいたのが、こちらの GoToEat の丸2番のオンライン飲食予約で、ホットペッパーグルメにも対応しましたよということでしたね。でですね、その時のちょっと続きからになるんですけども、ホットペッパーグルメの記載されてるかっぱ寿司、 の情報が若干ですね、更新されてたので、ちょっとそこの訂正部分についてお伝えしようと思うんですけども、ちなみに今出てる画面については、ホットペッパーグルメから入って、かっぱ寿司の各店舗のですね、予約画面にこの情報が出てますので、ぜひそちらを見ていただければと思います。で、今出てる文章ですね、そのまま引用させていただくんですが、それがこちらですね、ちょっとサクッと上から見ていこうと思います。まず予約は席のみで、ご注文はアラカルトということでしたので、これは以前と同じですね。 で次に店員さんに g o t o e a t の予約詞をお伝えくださいということですね。ここも以前と同じです。 で、ここも同じですね。当社、ウェブテイクアウト注文はポイントの対象外になるということと、あと、予約時間を20分以上経過はキャンセル扱いとなりますということ。そして、ここも同じですね。お子様は乳幼児も1名として予約くださいということですね。で、今回ページの更新がされてて、この部分がですね、記載が変わっておりました。1名あたり割引前税込みで、ご飲食金額がランチであれば500円、ディナーであれば1000円を超える方がポイントの対象ということでしたね。でここに関 関しては、前回の動画では1000円以上の食事という風に記載があったんですけどもまあ、多分記載ミスか何なのかわかんないんですけども。今回はランチであれば500円以上、そしてディナーであれば1000円以上という元々のね。goto eat の条件通りということになりました。そして、まあ実際にその無限カッパ寿司がどんな流れになるのかっていうことをですね。今回の情報からお伝えをさせていただこうと思うんですけども、もま1、あ、番上に書いてる通りですね。11月4日より無限カッパ寿司が可能ということで、前はちょっとはてなマークだったんですけども。今回？ に変えさせていたただきました、まあ、その理由としたらこの11月4日よりですねホットペッパーグルメでかっぱ寿司の予約を入れる時に GoTo イートのポイントを当てることができるようになったんですよなので今回は、まあ、確定という,いう意味を込めてビックリマークにさせていただきました で、上から順にですね、流れをお伝えするんですけども、まず丸一番、ホットペッパーグルメでかっぱ寿司の予約を入れると。で、予約を入れて、食事をする際には、合計金額としてランチであれば500円、もしくはディナーであれば1000円以上の食事が必要となります。で、時間帯の区切りとしたら、ランチであれば11時から14時59分、そしてディナーであれば15時から閉店までの間ということですね。で、それぞれ付与されるポイントっていうのが、ランチとディナータイムで分かれます。 で、3番目、ホットペッパーグルメなので、約7日後にポイントが付与されます。まあちょっとね、この部分がネックになるとこではあるんですけども、まあいいぐらいのペースでポイントが付与されるのかなという感じですかね。そして、そのもらったポイント、500ポイントであれば500ポイントを使って、もしくは1000ポイントであれば1000ポイントを使って、また予約をかけることができると。 なので、丸一番からまたスタートすることができるということですね。なので、これを踏まえて無限かっぱ寿司ができますよということになります。めちゃくちゃお得ですよね。しかもちょっとですね、ここに記載してないんですけども、かっぱ寿司の場合は、1人から1名から予約が可能なので、 僕自身としたらもう一人でね、外食することが多いので、めちゃくちゃ助かりますね。で、早速ですね、ここからそのポイント利用についてお伝えするんですけども、その前に事前にですね、僕のその GoToEat のポイントが今どれだけあるかという確認方法も大事なので、そこも見ていただければと思うんですけども、まずはホットペッパーグルメのマイページを開いていただきます。その際にここの右上の、まあ、このポイントのところをですね、タップしたら、ご覧のようにポンタウェブの画面に切り替わります。 ま、ポンタポイントはポンタポイントでもいろんなポイントに分かれてるので、僕の場合はちょっとこの画面から下に下がってみると、 まあ、ホットペッパービューティーであったりとか、ホットペッパーグルメに分かれてるんですが、一応ですね、ホットペッパーグルメのこの詳細を見るをタップしたら、このホットペッパーグルメのポイント、今だったら4622ポイント使えますということなんですが、まあ、その内訳としたら、4122ポイントがポンタポイントで、ここの下にちょっと小さく出てるんですけども、ホットペッパーグルメ限定ポイントが500ポイントという風に出ております。まあ、おそらくですね、この時の動画、GoTo イ a t 1週間使った結果という動画をちょっと前に出して で、早速ですね、その500ポイントを使って予約してみたいと思うんですけども、まあい、いつも通りですね、この流れで予約をして決済までしてみたいと思います。ですけども、今回はここに GoToEat のポイント利用の方法も加わってます。 で、早速ですね、まずはポイントサイトから検索していこうと思うんですけども、いつも通りですね、このドコトクというサイトを使って、今現在、まあこの11月3日時点予約した日で、どのポイントサイトがお得かっていうのを調べるんですけども、ここの検索バーのところで、ホットペッパーという風に入力をして検索をかけると、一覧がずらっと出てきます。で、その中にですね、いろいろポイントサイト出てくるんですけども、11月3日時点で予約したのであれば、ポイントサイト笑う経由をしたら100円相当もらうことができますので、 で今回は笑うを使って予約していますちなみに米印で出てる通りですね日によってこの金額っていうかポイントについては変動がありますので気をつけてください早速ポイントサイトの笑うを開いていただきましたらここの提携サービスを探すという検索バーがありますのでここをタップしますでホットペッパーという風に入力をして 検索をかけるとホットペッパーグルメが出てきますので、ここをホットペッパーグルメの情報が出てくるんですけども、今現在だと Web 予約後来店したら1000ポイントと出てるんですけども、これは100円相当を意味しております。で、ポイントサイトを利用するときは、しっかりと注意書きを読んでいただきたいんですが、この青枠の中ですね、まあ、例えばその1日1回までであったりとか、 一日2回以上予約申し込みされたらポイントの対象外になるとか、しっかりとここを読んだ上で、下のポイントを貯めるというところをタップしてください。そうすると、先ほどと同じようにですね、ホットペーパーグルメの画面に切り替わりまして、ここにですね、かっぱ寿司という風に入力をしていただいたら、かっぱ寿司のいろんな店舗が出てくるんですけども、今回は、前回と同様にかっぱ寿司イークラ店をですね、利用させていただきました。なので、ここをタップしていただくんですけども、画面が切り替わってかっぱ寿司のイークラ店の情報が出てきます。もうバーンと GoToEat キャンペーンとも出てますね。 で、自分が行きたい日付をですね、タップしていただくんですけども、僕は11月4日のところが空いてたので、ここをタップしました。で、いろいろ詳細の情報を入力するところが出てくるので、人数だったら1名、そして11月4日の12時と。で、席のみの予約をして、予約入力画面に進むというところですね、ここをタップします。で、ここからが大事になってくるんですけども、予約内容の確認の画面に進むと、ちょっと画面を下に下がっていただくと、ここにですね、利用保有ポイントというところがあるので、今出てるのであれば利用なしとなってる ですけどもここで先ほど確認したように GoToEat で付与された500ポイントを利用します。なのでここで500ポイントというとこですね。入力をしていただいて、それを確認した上で同意して予約をするをタップします。 で、ご覧のように予約を確定します。よろしいですかご利用ポイント500ポイント、ここを確認した上で予約を確定してください。で、うまく予約までが完了できましたら、ご覧のような確認画面が出てきましたね。で、ここにも出てる通りですね、ご利用ポイント500ポイントと出ておりまして、会計時にポイントを使ってますとお伝えいただくとスムーズですということですので、もしポイントを利用してね、お会けする際は、ここも忘れないようにしてください。で、早速ですね、かっぱ寿司に行ってきました。 で、店に行った時にですね、しっかりと、まあ、先ほどお伝えしたように、ホットペッパーグルメより GoTo で予約してたゆずひこです、みたいな感じで、ご自身の名前をお伝えした上で、お店に行くと、お店の人も確認をしてくれて、あとは席の案内をしてくれます。結構スムーズでしたね。 で、かっぱ寿司でお寿司をいただいてきました。もうお味はいつも通りのかっぱ寿司でございました。で、その時にいただいた枚数っていうのが9皿いただきましたね。で、早速ですね、今回 LINEPay を使って決済してきました。実際に決済した額としたら578円という金額でしたね。で、この内訳なんですけども、元々の食事は1078円の食事をしました。 で、会計時に GoToEat の500ポイントを利用したいですというふうに伝えて、そうすると578円というふうになりまして、ですけども、今回は l i n e のカッパ寿司のクーポンが5%オフのクーポンあったので、ちょっとまだそれ使ってなかったので、今回払ったのは実質550円の金額を支払ったということでしたね。もちろん D ポイントを忘れずつけました。 で、先ほどお伝えしたポイントサイト、オンライン飲食予約、キャッシュレス決済、この3つをこなすことによって、ご覧の通りのポイントなどがもらえるということになります。ポイントサイトであれば、笑う経由をして100円相当のポイントがもらえて、そしてオンライン飲食予約の GoToEat であれば500円分の、まあ、クーポンって書いてるんですけども、これはポイントがもらえます。そして今回キャッシュレス決済を行ったので、LINE ポイントが最大で3%分が還元されるということですね。もう冷静に考えたらやっぱりお得ですよね。まあそんなこんなで今回は、無限かっぱ寿司について簡単ではありましたけども、お伝え させていただきましぁ、まあ、今回はね、ランチタイムに利用したので、実際無限ではないんですけども、まあ、使い方によってはもうほぼほぼ、まあディナータイムの15時以降ですかね、そのあたりに使えば、もうほぼほぼ無限かっぱ寿司に近い形になるのかなというふうに思います。ちょっとね、僕自身は時間の都合上なかなかその時間帯に行くことができないので、まあ、利用することは難しいとこではあるんですけども、 ま、夜とかね、一人でカパズチ行こうかなっていう人とか、もしくはご家族で行こうかなっていう人がいらっしゃいましたら、もうこの方法は本当にお得だと思いますので、ぜひ実践してみるのもいいのかなというふうにも思いました。ちなみにですね、僕がちょくちょく動画で紹介させていただくこの、笑うというポイントサイトなんですけども、結構動画のコメントでも、このポイントサイトの笑う、たまったポイントは何に交換できますかというふうにコメントをいただいてました。せっかくなんで、ざっと紹介をするんですけども、例えば、即時交換可能なものであれば、t ポイント、ポンタポイント、d ポイントとか、 あと、アマゾンギフト券にも交換できます。で、最初交換額が5000ポイントからって書いてるんですが、笑うの場合は、この5000ポイントというのは500円と同じことになるので、実際に笑うで500円相当分のポイントが貯まれば、即時、 これらのポイントと交換できます。で、他にも翌日交換可能なものであれば、ドットマネーであったりとか、あと7個ギフトとか、ウェブマネーとかでも交換できますね。で、5日以内交換であれば、ゆうちょ銀行とか楽天銀行とかで、まあ、現金にも交換することができます。まあ、これらの場合は最初交換額が1万ポイントという風に出てるんですけども、これは1000円分から交換することができますので、まあ、ぜひね、GoTo イートで貯まったポイント、こんな風に交換することができるので、参考にしていただければと思います。一応ですね、ポイントサイトを笑うの登録、まだの方いらっしゃいました。下の さらにリンクも貼ってますので気になる方はチェックしてみてくださいということで本日の動画は以上ですご視聴どうもありがとうございました